やぼがおう札束に引っ張ったボディコンを舐めるダンディシャンパンの雨降るバーディ世界はまるでキャンディ もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。はぁ、あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや？お腹空いてる時とか。現金やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ。五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと。うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いいやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思うててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はするで。絶対あっこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか。ほんまに？
ほんまやほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな、今から岩尾橋で。待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。釣りんだから。よっ。ああ。あ。釣りんだから。あんたが五郎さん？の？あんたがアッコちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。まあええー、てええー、てサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やと？なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいんや？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。はよ行こう。そこの居酒屋なんですけど。
お寿司好き？ああ。うちめっちゃ好きやねん。ウニとイクラは絶対食べんねん。まだ行かへんの？もう、うちお腹ペコペコやで。すまんすまん、ちょっと待ってや。何握りやしょう。ほな、1万くらいでお任せするわ。あと、今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん、飲まへんの？一応、仕事中やからな。今はやめとこ。それよりアコちゃんの話、聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この辺の店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやの。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、お前は取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ、それは一体どういう。はい、小肌。ああ、美味しそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。